おはようございます。ジンムです。今日はリブリーアイランドの続きをやっていきます。前回動画を投稿した後、結構多くの方から反響いただき、たくさんの方にねフレンドになってもらいました。なんかどうやらジンムの名前でね検索すると普通にジンムが出てくるみたいで、たくさんの申請ありがとうございます。しかし問題が発生しました。なんとフレンド200人までしかなれませんでした。悲しい。たくさんの方にねフレンド申請していただいたのに、フレンドになれなくて申し訳ありません。公式さん、ぜひフレンドの条件を増やしてください。そしてフレンドになるとね、いいことがたくさんあることが分かりました。例えばガチャに必要な GP のポイントを送り合いっこできたりとか、たくさんありがとう。そしてジムも送り返すこともできます。1日20人まで送れるみたいなので、ポンポンポンと送っていきます。それとフレンドさんのところにフルーツマークがついてると思うんですけれど、こちらの島にお邪魔して水やりをねしていくと、なんとこの島で育てている木の実をねおすす分けしてもらうことができるというね、とてもお役立ち機能があることに気づきました。で、結構ね触っているうちにリブリー詳しくなってきたので、今日はねそちらの紹介をたくさんやっていきたいなと思います。やってみようか悩んでるって方や、始めたけれどよくわからないって方に伝わる動画となるようにしていくので、よかったら見ていってください。あとはガチャ引きたいです。新しいガチャがねなんかどんどん公開されていて、次々と新アイテムが出てくるので、それを手に入れたいんですよね。めちゃくちゃ楽しみです。で、まず1個目がリブリーの色についてです。この子たちは食べ物によって色が変わることが分かりました。フードで虫たちをね選択できるんですけれど、食べさせてあげた虫の色によってこんな感じでリブリーの体の色をね変化させることができるみたいです。なのでこう目標としたいね色を、どんな RGB 値なのかを確認した後に、その色に近づけるための虫たちを食べさせてあげると良いらしいです。で、ジンムはこのピグミンに関してはとにかくいろんな色をあげてみて色の変化を楽しんでます。結構適当にパクパクと食べさせてあげて、あ、今日はちょっと赤くなったなとか、あ、ちょっと赤くなりましたね、かわいい。色の変化を楽しみつつ、他の2人に関してはちょっとね白っぽくしてみようかなと思って、この毛虫みたいなやつ、ちょっと見た目はえぐいんですけれど、これを食べさせてあげています。ただね、このアイテムなんか満腹度がすごく上がりやすいみたいで、満腹度10プラスされるみたいで、一度に食べられる量がすごく少ないので、効率よく白くしたいんだったら RGB の他の虫たちを同じ個数分あげるのがいいらしい。こっちだとね満腹度5なので半分で、色が各色プラス7とか近づくので、こっちの方がね効率がいいらしいです。これは RGB プラス2ずつ増えていく。まあ、でもちょっとジンムは考えるのめんどくさくなっているので、この毛虫をあげます。まあいつか白くなるだろうという、徐々に変わっていく色の変化も楽しみつつやってます。で、シャワーもやって、いつも通りトイレもやっていきます。いや、ちょっとねトイレね、いつまでたっても慣れないわ。トイレでね宝石が出てくるっていう設定にね慣れないです、とっても。でね、なんかねジンムの島にねもう一人動物さんが遊びに来ていて、どうやらフレンドさんの島から家出してきちゃったみたいです。ゴリブリのお世話をねしてないと家出しちゃう子がいるらしくって、その子が遊びに来てくれてます。どうしたらいいんだろう、ちょっとこの子どうしたらいいのかよくわからなくって、もう画面上でなでなでしてます。わかる方いたらコメントで教えてください。で、次もう一個やりたかったのがリブリーをね生成することができるらしくって、このリブリーのところの変身薬のところをタップすると変身薬コレクションっていうのが出てくるんだけれど、ここで木の実を集めると他のリブリーたちをね召喚することができるみたいです。で、ジムどれか集まったんだよね。あ、これ集まりましたね、ツノリムルちゃん。これめちゃめちゃ可愛くないですか。本のある環境を好むリブリーで、本を食い破るブックワームが大好物。おお、大きな耳に本を当て虫が這う鼻音を聞き分ける。左右の角はページをめくるときに使うほか、地面に突き刺し地中の振動を感知、耳で地表の音を聞くことで遠くにいる虫や天敵の存在を察知できると。結構自然界に生きるために洗練された耳や角を持つ角リムルさん、
めちゃくちゃ可愛いんですけれど、これね、生成することができるみたいです。フレンドさんのところから木の実をね、たくさんいただいて、おすそ分けしてもらって 200DD 宝をね、使うと生成開始。じゃあ初めての生成やってみますね。ポン。どうなるんだ。ネオベルミンの生成に成功しました。え、液体もらったよ。おツノリムルアイ、なんかメモもらいました。かわいいね。スノーリムルマウスももらった。ありがとうございます。あ、髪の毛もリブリーとお揃いな姿になれるのかな。わあ、なんかエクステもすごい。あ、ボディまで、あー、テイルまで、あー、盛りだくさんでした。で、変身ってするのかな。あー、なるほど、今いるピグミーをスノーリムルに変身させることができるんですね。え、どうしよう、どの子も可愛いからちょっと変身させがたいんだけど、また戻すこともきっとできるよね。ということで、じゃあピグミンをね、ツノリムルさんに変身させていこうかなと思います。いきます。変身する。ネオベルミンを使ってリブリーを変身させます。よろしいですかと。ネオベルミンを使うと表示のツノリムルに変身します。一度使うと元のリブリーには戻れません。あ、戻れないのか。ちょっと待って、リブリーね、保管ケージで迎え入れるってボタンがあるんですよね。これでちょっと別の子をね、一回迎え入れてから変身させてあげたらいいかもしれない。え、でもなんかこのゾウさんも欲しいしな、いつか。え、困ったな。まあちょっと変身させちゃうんだけれど、ゾウさんを一回迎え入れようかなと思います。なんか切ないね。まあ変身ってだけで根は変わらないんだよね。これ誕生日どんな意味があるんだろう。とりあえず好きそうな数字で、でお名前つけてあげよう。ゾウさんでしょ。で、ツノリムルに進化するから、はい、パオリムルくんにします。もともとゾウだったが角が欲しくて変身したという設定でお迎えして、で、じゃあこの子に対してパオリムルくんをツノリムルくんに変身させましょう。いきます。ポン。どうなる。お、変身が完了しました。ツノリムルは保管ケージに送られました。お、これで会いに行けるのかな。あ、パオリムルくんいた。じゃあちょっと一旦ピョン太郎外して、ここに設置と。そうすると、あー、かわいい。え、めっちゃかわいい。お目目くるくるなんやけど。おー、早速トイレをしてもらいましょう。あ、何もなかった。え、めちゃめちゃかわいくない。あ、こうやってどんどん生成していくんですね。他の子も生成できるのかな。わ、歩き方もめっちゃ可愛いんだけど、この子。モフモフで、クリクリおめめ。そういえばさっき手に入れたジムの変身セットも着てみようか。スノリムルくんとお揃いコーディネート。なんかピンクになったんだけど、ジムの髪色が反映されてるのかな。可愛い。お揃いコーディめっちゃいいね。あ、早速なんか仲良くしてるのいいな。いや、このゲーム結構ね、じっとやっちゃう。こう起動してるだけで癒されるゲームで。チーム今週ずっと起動してました。あ、寝てる寝てる、かわいい。え、ちょっと他の子も召喚できるか見てみよう。あの、ネオピグミーもね、素材集まったんですよね。もう一人作ることもできると。このブラックドッグくんも気になってる。キノコが必要ですね。フレンドさんと協力したい。あ、お気に入りもできるね。あとはこのパキケちゃんね。パキケちゃんもイチゴをゲットすると召喚できる、変身できるみたいです。で、今のガチャでなんとオーガくんが新しくね、作れる、変身できるみたいで、この子面白くない？なんか異様な大きさ、でかすぎる。この子を迎え入れたいなって思ってます。あとピグミーなんだけど、なんか若干耳がギザギザしたピグミーを召喚できたりとか、目の色が違うコルヌレプスちゃんを召喚できたりもするみたいです。いや、これもちょっとね、たくさんフレンドさんと協力して、木の実とか集めたいなと思います。フレンドさんのところに遊びに行くとね、みんな本当に可愛いの。いや、この木の実とかも可愛いよね。多分新しいガチャかな。うわー、うさ耳コーデお揃いもめちゃくちゃ可愛い。みんなさ、ピグミーの色も多分こだわってるよね。あと結構ね、リブリー内でフレンドさんになってくれて、ジムの動画を見てくれたって方もね、いらっしゃったんですよ。で、それがなんで分かったかっていうと、ジムが前回の動画で書き込んだ掲示板なんですけど、この前掲示板。これね、誰でも見ることができたみたいです。で、たくさんのね、
コメントをいただきました。いつも動画を見てますとか、いやこれがさめちゃくちゃ嬉しくってすごく感動したので、よかったら気軽に書き込んでいってください。あとね、ゲーム内で知り合った方もぜひよろしくお願いします。これからこれめちゃくちゃ嬉しかった。まさかこんな機能だとは思わず、本当に全部ありがたく読ませていただいてます。このハートをつけたらね、ジム見たよっていうマークになってるみたいです。いや本当フレンド数増やしてほしいです。フレンドの数増やしてほしい。よし、そしたらお待ちかねのガチャ引いていきましょうか。いやもうガチャ大好きなんですよね。で今回新しく追加されたガチャが2つもあるんですよ。1つ目がこの南国パラダイスという、オーガくんの木の実が手に入る、木がね手に入るのかな、このガチャで。これめちゃくちゃ欲しいですよね。でもう1つがどんぐりの島、これも可愛い。どっちも1回ずつ引けるかな、ちょっと見てみようか。いやめっちゃ可愛くない？このどんぐりの木とか、キノコの竹とか、どんぐりティーセットとか、あと服もすごい可愛いんですよね。このイメージ図がめちゃくちゃ可愛いよね。このなんか着ぐるみっぽいのめっちゃ良くない？こっちも可愛かったけど、こういうさ一枚一枚の画像もこだわって作られていて素敵だよね。うわ可愛い。様々なところにピグミーのようなシルエットが、あーほんとや、よく見るとピグミーのシルエットある。古びた魔導書なんかもあるらしい。缶の中には木の実が入ってます。組み合わせ次第で木の実を見せることも。わあすごっ、こだわり詰まったアイテムすぎる。うわー、この紹介画像の作り込み半端ない。見てるだけでめっちゃ楽しいわ。シースルーな生地が抜け感を演出して、ブラウンリボンのロングヘア、あーかわいい。着回しとかも紹介してくれてますね。生えちゃったキノコいいね。悩むな、どれ引こうかな。でもやっぱこれはちょっとこのファッションが欲しいよね。森の中のファッションが欲しいので、じゃあこちらを10回引いていこうと思います。いきますよ皆さん、ガチャ引きますよ。10連、来い。かわいいお洋服、来い来い。ドキドキ。相変わらずこのレシートガチャ演出がねおしゃれすぎる。あレアだ。あ角角角、嬉しい。ほわほわまろまゆ、いいね。ボングリポシェットめっちゃいい。あキノコきた。手持ちどんぐりランプ、ほんのり小花。あ花もゲット。おお散歩ワンピもかわいい。あスカの角もかわいいぞ。手持ちどんぐりランプ、最後はあ名刺もらいました。あちょっと嬉しいアイテム結構入ったかも。いいぞいいぞ。じゃーん、手に入った洋服をこんな感じで身につけてみました。めっちゃ可愛くない？なんかおっとりとした森の中の女子って感じで、すごい可愛いんですけど、お目目もね垂れ目な感じでほんわかさが増してるし、このどんぐりのポシェットと手持ちのねどんぐりがゆらゆらと揺れてるのがいい。頭の上はちょっとモリモリにしてみました大きな耳とキノコも生やしてます。いやこれはすごい可愛いです。神だわ。これで全画面で見れるね。いやめっちゃ可愛いわ天使。じゃあもう一回ガチャ引くぞ。もう一個、じゃあ次はこの南国パラダイス引いていきますよ。タップで全体を見る。うわこの子欲しい。オーガくん、コーディネートイメージの紹介です。おいろんな写真がありますね。なんかカニいるんだけど、水色イソガニとか欲しいかも南国風や、楽しそう。わエスニックコーディネートもできると、かわいい。南国ヤシの実、これ欲しいね。これ集めたらオーガくん手に入るのかな。わあ、ホコラ、ホコラもいい。わあ、なんか彫刻像も面白いね。見た目がすごく面白い。カニさん、カニさんかわいいな。真夏の部屋、真夏の夜の部屋。ああ、夜とライト切り替えられるアイテムも手に入るのかな。で、ファッションアイテムもいろいろあると。ヤシの実の模様モチーフ。アウターは2種類、いろんな重ね着。重ね着って要素がすごいいいよね。で、フルーツ。あ、フルーツも美味しそうやな。お面もあるんだって。カメレオンのぬいぐるみ。あ、カメレオンいいかも。かわいい。ちょっとこれ楽しみですね。どうしようかな。まあ、ファッションアイランドだけど、アイランドでオーガくんのこのね、SR をね、狙えていきたいと思います。ちなみに、パーセント 2% だって、引けるかな？引きたいな。お願いします。当たりますようにということで、10連回します。
来い、お願い、来い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 、当たりますように。うん、王冠の数が少ないぞ。植木鉢、あ、植木鉢2つもゲットした。あ、またゲットした、たくさん。お、砂浜。お、彫刻像来ました。ヤシの実の刺激、噛んだ噛んだ。案内看板、あ、また茂みかぶっちゃった。南国の机、そして最後は来い来い、あー、精霊の彫像。あれ、なんか欲しいなと思ってたやつあんまり来なかった、悲しい、悲しいよ。でもなんかアイランド飾り付きにはかなり使い勝手の良さそうなものを手に入れた。くー、悔しいので持ってる分回します。ジム持ってる分単発いきますよ。来い来い。お、 R の音がする。あ、真夏の部屋来ました。これ明るさ夜に変わるやつかな。よし、まだ行きますよ。行け行け、来い来い、 SR 来い。来ないか、これは。おお、ゲート、ようこそゲート、かわいいな。ワンマーチャンス、ワンマーチャンス、プリーズプリーズ、激レアプリーズこれがガチャ沼ですね。あー、彫刻像持ってる、かぶった。ワンモアワンモア、あと4回引ける。来い来い来い、お願いします。カモンベイビー。あーあー、王冠の数少ない。大歓迎フルーツいいね。パイナポー、パイナポーうまそう。さあ、あと3回お願いします。来てください。あー、王冠、あー、芝生持ってる気がする。ワンモアワンモア、あと2回来い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 、カモンベイベー、カモンカモン。持ってる、ラスト、ラストの奇跡を起こせるか。いけー、お願いします。奇跡を、奇跡を起きてください。来い。どうだ。あ、 R の音がする。あ、ほこらゲットしたよかった、よかったわ、満足ですわ。いや、なかなか SR 当たんないね。わ、待って、ほとんどゲットしたわ。あ、カニも欲しかったな。これさ、被ったアイテムね、フレンドさんと交換できるんですよ。なんで、あの、ジムも被ったやつはフレンドさんにバシバシ送ろうかなと思います。いやー、ちょっとね、じゃあ南国のやつを飾り付けしますか。はい、こんな感じで飾り付けてみました。いや、いろいろ手に入ったんだけど、やっぱり中心となる木がちょっとヤシの木っぽくないから違和感があるかもしれない結構さ、飾り付け難しいよね。こう前後関係とかも考えておかなきゃいけないので、なかなかおしゃれに配置するの難しいんだけれど、ちょっとこれからね、こだわって作っていきたいなと思っております。ということで、今日はリブリーアイランドをたくさん堪能してみました。ぜひみんなもね、無料なので気軽にダウンロードして一緒にプレイしましょう。ちょっとフレンド上限になっちゃったから、まだフレンドにはなれないかもだけど、ジムで検索すると掲示板とか見れるので、よかったら遊びに来てください。リブリ面白そうだなって思った方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンのポチリもよろしくお願いします。それではジムでした。バイバーイ、バイバーイ。